運のマサるミン運のマサるミン大正4年10月6日、とは、長金家である。陽名、竹次郎。別後は、東華祭、薫州。日立国、三戸にて、伝右衛門の四、男として生まれる。叔父にあたり、三戸藩士だった、初代、運の吉森に、金属彫刻を学ぶ。さらに、吉森の紹介で、当時三戸長金会のタイトだった、同藩士。 萩谷勝平から金属工芸の諸技術を収めて元平と名乗った。勝民の名は氏、市萩谷勝平の勝と江戸時代の名著金家横谷隆市民の民を合わせ後に名乗ったものと考えられる。また、水戸時代には足立梅景に絵を竹翔二郎に漢石も学び高い教養も身につけている。明治初年上行。 明治9年駒込仙田議長で開業した。明治10年第1回内国官業博覧会。明治14年第2回内国官業博覧会で法上。明治23年第3回同博覧会で乱了王で妙義一等賞。翌年東京美術学校助教授となり、先達で同校教授だった加納夏尾に指示しさらなる研鑽を積む。明治27年度教授。 翌年の第4海内国官業博覧会では審査員。明治29年6月30日には、提出議員を拝命。明治38年可能に続き、君六等随法省受賞。大正4年に政長後は14位、君四等に除せられた。可能と同じく鋭角な刃先を持つ小刀のようなのみで金属を掘る。片切れ掘りを得意とした。 また造眼にも優れ、多種の金属を組み合わせることで豊かな色彩表現を可能としている。墓所は、豊島区駒込のソメイ霊園。ありがとうございます。